デイロックアップ総合。今回のラインナップはこちら。フリッチ、ヘルム。それではデイロックアゴーゴー。リフリッチの皆さんです。フリッチの4人が作り出す楽曲は予想不可能。ある時は偽物がやけつに、ある時は激しく、ある時は美しく、シーンでもひときわ異彩を放つ存在。一度でもかじってみたらもうやみつきになると思う。なんか僕もインタビューとか、はい、いろいろ、読ませてもらって、はい、すごくなんかこう独特なっていうかこうユニークなバンドさんだなと、思ったんですけれども、はい、例えばですね、僕ちょっとすごく気になったんですけども、戦場ライブとかを、はい、これは前もされたし今度もされるっていう感じなんですか？そうですね、去年、初めてやったんですけど、これからも定期的にやろうかなと思ってまして。戦場ライブ、戦場ライブってあの戦う方じゃなくて、あの船の上の方ですよ。ボッコボコですね、はい、戦場ライブね。大変ですけれども、船の上でライブってどんな感じなんですか？酔います。酔います。はい、音楽にも酔うし、あ、いいこと言いますね。素敵ですね。船にも酔います。なるほど、はい、でなんかその活動も、ユニークなんですけれども、今度、10月2日にはニューアルバムの方が、リリースされると、はい、ということで、タイトルを教えてもらえますか？はい、フルコースは逆さから。これまたユニークなタイトルだと思うんですけど、フルコース、逆さからっていうとデザートからみたいなことですか？まあそういうことですね。あ、なんかもう逆さから行っちゃうぞみたいな。逆さから行ってしまえばいいんじゃないかなっていう。なるほど。そのなんかこれまでの、楽曲群とはまた違った曲層だっていうふうに聞いたんですけども、はい、このニューアルバムはどんなコンセプトで、作られてるんでしょうか？リフリッチの音楽っていうのは結構和洋折衷といいますか、はい、結構ごちゃ混ぜなんですよ、多国籍みたいな。なんで、もうまとめ上げるのは無理だなと最初から思ってたので、それで、もうフルコース仕立てみたいな。フルコースって結構いろんなものがこう織り交ざって出てくるじゃないですか。そうですね。だからそれでいいかなと思って、いろんなものが入ってるし、いろんなものを楽しめるしいいかなっていうのがあって、ごちゃ混ぜにしようっていうままに作りました。その中でも包丁のデリカテッセはですね、かなり苦労された楽曲だっていうことなんですけれども、聴きどころも満載だっていう感じなんですが、どのあたりを苦労された感じでしょうか？もう全部ですね。全部苦労なんですね、はい。今回ですね、まあ、ギター、僕ねギター担当しますけど、例えば A 面はちょっとのんびりして、ちょっと遊べるなとか、 B 面はちょっと激しく、もっとガツガツっていくような、曲とか、まあ、多いじゃないですか、はいはい。もうこのね、包丁のデリカテッセンっていう曲に対してはほぼずっと仕事してますね。もうずっと動いてる感じです。なるほど。もうお休みがないっていう。休みないんですよ、本当にないんですよ。なるほど。だからライブでも結構大変なわけですね。もうすごい大変ですね。すごい大変。もうすごい神経使います、その曲。ギターに関しては全て聴きどころですね。はい。なんかすごくそういうなんか音楽的なその幅の広さっていうのも、僕もそのリハーサルを見せてもらって感じましたし、進藤さんのベースの弦の数がちょっと変だなっていう風に。あ、変ですよ。思ったんですけど、ベースって普通太い弦が4本張られてる、みんな知ってると思うんですけど、なんかやけに多かったんですよね。はい、そうですね、ちょっと多めですね。ちょっと多めですよね。5弦ベースって見たことあるんですけど、何本弦ありましたっけ？あれ7本です。7本ですね。ギターより1本多い感じ。そうですね。だってもうこのいわゆるネックっていうね、この持つところなんかもう太すぎて、もう大変そうな、マイクスタンドも大変ですけども。すいません、疲れちゃいました。大変そうな感じだったんですけど、なんか7弦ベースにこだわりとかあるんですか？やっぱこうテクニカルな、フレーズとか。まあ、大きいのが好きなんですよ。大きいのが好き。そう、サイズが。そう、大は小を兼ねる的な。そうそうそう、そういうことです。なるほど、ありがとうございます。マイクスタンドのお二方もありがとうございます。
なんかこうプライベートなこともちょっとアンケートを取らせてもらったりとかして、はい、僕の方からちょっと紹介させてもらいつつ、はい、聞いていきたいんですけど、はい、いや僕これですごく、丸山さんが好きになっちゃったんです。ほうほう。なぜかというと、はい、久我さんはねハマってることは夢と現実の境界線、自己の認識について。深いですね。もう深すぎてもう触れない、はい、もうこれトーク時間限られてますから、オールナイトトークショーになっちゃうからっていうので難しいなと思って。深いね、すごいね。すいません。あびっくりする、うん、新井さんはですね、はい、ハマってることは、はい、廃墟の画像やお香です、ね、暗いですね。すいません、すいません。なんかうん、すげーっていう感じなんですよ、はい、進藤さんに至っては僕ちょっと漢字が読めなかったんですけど、これかんざしってね読むんですけどね、この夏の流行はかんざし、これほどシンプルで洗練された道具を私は知らない。お前何者、うん、大丈夫か、職人かお前は。髪に優しく幽霊で日本人としての仕事を感じさせる道具であり、老若男女問わず利用していただきたい。どこの人なんですか。どこの人、本当にかんざし業界の人みたいに、うん、なんかですね、かんざしに詳しい人に聞きましたみたいな感じですね、なんかすごくわなんか難しそうな人たちが揃ってると思ったところ丸山さんのハマってることは、ゲーム、スマートフォンのアプリ探し、蒸気のアイマスク大好き。かわいい。ハマってるんですね。ハマってますね。どんなゲームにハマってるんですか。いや今ポケモンハマってます、ね、かわいい、はい、かわいい。スマートフォンのアプリなんかどうですか。いやなんかこう最近のこう人気の一覧とか見るのが好きなんですよね。あーこれが売れてるなみたいな。そうそうですそうです。かんざし11位だなとか。かんざしそうですそうです、ね、ようこそ。本日はファニーでヤミーでリフリッチな音楽に見せていただきましょう。笑い笑い。Yeah.
J ラックは GO GO ご覧の皆様こんにちは、デスパイラルです。どうもデスパイラルです。どうもこんにちは。我々、下半期もいろいろ活動活発にやっております。10月は、メリーとリンチのツアーに、全国7カ所ね、フリックスアディクトツアービヨンド、はい、はい、参加して全国を回っております、はい、その最中にはですね、主催イベント、はい、これは前からやってる、ビューティー&ザ・ビーストイベントをですね、10月の18日渋谷のウエストでやります。ベートベン大使と3バンドでありますので、こちらもぜひ遊びに来てください。そしてなんといってもですね、年末のライブ、ワンマンライブが決まってます。12月の20日新宿のグレイスで、今年のね2013年、まあ、いろいろと本当に、ツアーもありました。いろんな活動をしてきましたが、その集大成を、20日のベースでしたいと思うんで、ぜひ皆さん集まってください。はい、よろしくどうぞ。というわけで、ライブ映像をですね一つご覧いただけると思うので、はい、3周年の今年やりました3周年のライブからストームぜひご覧になってください。それではどうぞ。売り出した闇打ち付けられてもこの根すぐ映えやしない。刺された指先繋いだ心で気づけるこの風を切り裂くのさ。セレブの皆さんです。2004年秋、満場中心に設定。2011年末、新ボーカリストにリュウが、新ギタリストにジョンを迎え、2012年5月6日渋谷ボックスワンマン公演をソールドアウトさせ復活。そして2013年7月31日ニューシングル Dears を発売し、音楽的にも活動的にも勢いを増したセレブは必聴であり必見。年内でツアーも決まり全国を突き進む。 Dears っていう、楽曲は、どんな思いを込められて、どんなきっかけで誕生した曲なんでしょうか。まあ選曲会をするときにドカンとガツンとこう塊でバンドで提示できる曲をっていうので、みんなで曲を持ち合って、その時に、まあ、ジョンが持ってきたデモだったんですけど、そこからまあアレンジしていったっていう感じですね。ジョンさんが原曲を作られて、普段こう、皆さんが曲を作られるんですか。みんなで持ち寄って、でみんなで聴いて選んで。ディアーズに関してはジョンさん、はい、ということなんですけども、このディアーズという曲、非常に楽曲群はテクニカルですし、ボーカルに関してはキャッチーなメロディーが、あるという、そういう融合された曲だと思うんですけれども、歌詞はこれはボーカルの龍河さんが書かれたんですね。どんなコンセプトというか思いを持って書かれたんでしょうか。一言で言うと、皆さんの大切な人というのはいると思うんですけど、俺は、母親に向けたメッセージというか、ということです。なるほど。ちょっと音楽の話を、聞いたので、ちょっとプライベートな話も聞かせていただきたいと思うんですけども、事前にアンケートを、もらってますが、龍河さんがね、ちょっとなんかこうアンケートが途中で終わってて僕非常に気になってるんですが、悩んでること、はいはい、家でうつ伏せで寝ているとで、アンケートが終わってるんで。そうですね、寝ていると。そうです、俺結構目に見えるものしか信じない
タイプの人間なんですけど、まあ、ある日の夜ですね、はい、夜中、いつもうつ伏せに寝るタイプの人なんで、まあ、こうやって疲れたなっつって寝てたわけですよ、はい、そしたらね、急にドンドンドンってこう背中を叩かれるっていう、それがね、3時間ぐらいずっとです。3時間叩かれ続けてるって起きたらいいんじゃないですか。いや、そうです、まあ、目をつむるとこうどんどんどんつって、目をつむるとどんどんつって目上げたら止まるんですよ。あ、なるほど。で、また寝ると、うつ伏せで寝ると起きてみたいな、どんどんどんつって。で、さすがに今回その振り向くのがちょっと怖かったんですけど、もうでも結局何もなかったんです。まあ、でも3時間叩かれ続けたら十分何かあったような気がしますけど、なんか椿さんとジョンさんは、非常にカレー屋さんにハマってるっていう、最近ココイチしか食べてないというお二人、はい、そんなもう今日も、うん、今日も食べました、昨日も食べましたやっぱりライブ前は気合い入れるためにちょっとココイチに行って4から4から、あ、結構辛いやつですね。ちょっと辛いのでピリッと刺激を入れてライブに挑むというのが最近のスタイルですね。なるほど、気合が入るみたいな。そうですね。ジョンさんは何からですか？僕も4が多いですね。ほぼ毎日食ってるんですよ、ココイチを。1回ハマると、ええ、同じものばっかりずっと食べちゃうんですよ。今はそれがココイチで、で、前はラーメン二郎。ラーメン二郎、結構濃い味のものが好きっていうことですね。毎日食ってて。なるほど。で、最近はココイチを毎日食ってて。たくまさんはですね、叫びにも似たことをちょっと書いてるんですけど、男の論言に対して世間の女性が冷たいっていう。そうですか。冷たいですね。冷たいですか？冷たいですよ。全然冷たくされてそうじゃないんですけど。いやいや、なんか電車とか乗ってると、何この人みたいな。それ、考えすぎっていう可能性もありますけど。なんかちっちゃい子とかは、なんか指さしたりとかして、あ、何珍しいのみたいな、こっちは思うんですけど、なんか露骨なんですよね、女の人は。女の人は露骨に。成人女性って言うんですかね。あ、成人女性、ね、幼女じゃなくて成人女性は、成人女性は論言に対して冷たいと。冷たい。なるほど、これもぜひこの番組をご覧の成人女性の皆さんは、冷たくしないでほしいと思いますけれども、万事さん、猫を飼われてるそうで。そうですね、マンジです、はい。あ、ごめんなさい、ちょっとイントネーションが違いました。そうなんですよ、すいません。マンジさん、はい、猫を飼われてる。そうですね、拾った猫なんですけど、もう1年ちょっと経ってる感じですけど。猫好きですか？大好きですね、すごく可愛いですね。本当ですか？今その旗を持ってらっしゃる見た目と猫とあまりイメージ合わないんですけども。もう赤ちゃん言葉とか、チラちゃんみたいな、可愛いでちゅねそういう感じですね。そっくりです。そっくりですか？いやでも結構誰でもそうなると思うんですよね、そのペットをいたら。なるほど、ね、メモの皆さんそうですか？誰でも猫に対しては赤ちゃん言葉に。ジョンさん寝てますけど
期待を許してください。恋だって現実だってロールスリーはまだ続いてくれる。震えている想いなりだってついたって嘘みたいなもらった日々のようにもらえるとランキングはゴーゴー。このコーナーでは毎回いろいろなランキングを紹介するよ。今回はライカエジソン東京店の最新チャート。まずは第5位、エルジュエル。いたずら君の優しさが今でも胸を締めつける。愛した声も髪も全てが。第4位、ヒーロー。第3位、リッキー。第2位、レジブレイ。生きたくことを愛することも交わらないだけに邪魔されてる。そんな口づけの美役。我が物語。そして見事第1位に輝いたのはプラスティックツリー。それだ第1位はプラスティックツリーの投稿でした。次回のランキングは55もお楽しみに。今回の J ロック55はここまで。次回はいよいよリフリッチ、セルムのクロストーク。もちろんライブもあり、次回も内容盛りだくさん。お楽しみに。セルムメンバーサイン入り色紙を抽選で2名様にプレゼント。詳しくは J ロック555ウェブサイトをチェック。 J ロック555は定期的に公開収録をしているのでみんな来てね。それじゃ、またねー。